下に札をしてこの中で蒸すことします。嗨，你好，我是超级爷爷 Super 爷爷。今天的影片是，我去吃锅贴，锅贴。这一家在衡阳路的巷子进去，应该是衡阳路。这一家锅贴的皮就是我喜欢的脆脆的，带着一点油味的那种传统口味。有时候我忽然想吃这种锅贴，但现在在台北很少。今天我去吃看看。还有，吃完锅贴后，我到附近的咖啡馆。这一家我30年前常常去，但之后都没有去。那么今天我还是去看看。好，那么我想请大家先看影片。今天的影片是台湾美食系列的第40集，去吃锅贴。锅贴焼き餃子を食べに行くです。暑そうな台湾の昼時、暑いから誰も歩いてないと思ったら親子、今日これから俺が行くのは昔ながらの、そう、昔ながらのという言葉がぴったり当てはまるコーティエの店。台湾に来たばかりの頃はよくこういう店に行ったものだ。どんな店かって、店は大きくない、こじんまりとしてて、大体が夫婦や家族で切り盛りしてる。売ってるものが美味しいかといえばそれも店による。その点これから俺が行く店は味の方はうまいと思う。うまくなきゃ動画を撮ろうとは思わないから。あとはこれから行くんで見てみてくれ。とにかく俺にとっては懐かしいというか、時々無性に行ってみたくなる、そんな感じの店。ということで、じゃあ行ってみよう。この路地、知らないと見落としてしまいそう。でもってこの先は確か行き止まりだったような。こんなに細いのに両脇にバイクがびっしり、駐輪場と化してるな。無料の駐輪場、知る人ぞ知る。锅贴、牛肉面。で、その横に小さく書いてある、チャンチーってのがこの店の名前。メニューは店先に貼ってある。小碗锅贴10個60元。それから牛肉面が130元で、スープは25元。ルンチー海パン。クーラーありますって、久しぶりに見たな。お、鉄板の上でキチキチ、心地よい油の弾ける音。これ俺のだ。しっかり蓋をしてこの中で蒸すことします。あ、出た。こんがりと黄金色に焼き上がったクオーティエ15個。聞いた、クオーティエ15個。それから、コンワンタン。コンワンは2つだな。まずは、胡椒。じゃあ、クオーティエから。これもう食べる前からうまそう。いきます。うまい。クオーティエのうまさは皮で決まる。これは餃子と同じ。同じだが、餃子はもちっとした皮がうまいのに対してクオーティエはその逆。薄くてカリカリがうまい。その点で言うとこの店は合格だ。クオティエの下側のところ、鉄板に当たってるところがカリッカリに焼き上がってる。しかもちょっと香ばしい油の味がして、これがさらに点数を上げてる。
このカリカリ言うのは簡単だけど、ちゃんと出せる店は多くない。特に最近は少なくなってる。中には柔らかくて餃子とのハーフじゃないかって思うようなクオリティもある。あっという間に一気に3つ。じゃあ次はコンワンタンだ。コンワンタンはまあ普通のコンワンタン、普通に美味しい。この味は他の店にもある。ルローファンとかパイクファンとかの店にも。それにしても台北のコンワンタンはどこもコンワンは2つ。俺はこれがスタンダードだと思ってずっと飲んできたけど、南部じゃ3つだった、じゃあまたコーヒーに戻ろう。コーヒーっていうのは日本風に言えば焼き餃子でも、日本の焼き餃子と比べると長さが少し長いような気もする。皮も硬い。そういう意味からすればクオティエと焼き餃子は似て非なる。15個は一気。最後はコンワンタン一気飲み。クオティエ15個とコンワンタン完食。この店、路地を出てさっきのところに戻ったあたり、実はここ30年前、俺が時々来てた店。30年続けて営業している。もうそれだけで嬉しいというか感動もの。じゃあ行ってみるか。ただいまって感じ。このカウンター年季が入っててコーヒー屋って感じがする。こういうの日本じゃたまにあるんだけど台湾には少ないかも。さて何にするかと、メニューは広げてみたものの実はもう決まってる。我要一杯蓝山。一杯蓝山。对对。谢谢。30年前に来てた時はいつもブルーマウンテンだった。だからここに来たらブルーマウンテン、ね、脳が自然とそういう反応をする。これ30年経っても覚えてるところがすごい。この店に来たらブルーマウンテン、ね、人間の脳ってかなり優秀。来たブルーマウンテンとレシート。なんというか思ったより苦いで、酸味が少し、苦味と酸味の比率が俺の好みからすると少し違う。もう少し苦味を抑えて酸味を出した方がいい。でもこれがこの店のテイストだ。だからここじゃこの味を楽しい。それがいいと思う。他にも俺が楽しんでるのがこの店の空間が持つ空気。コーヒーショップで飲むコーヒーは味より空間の空気、それを味わうためにお金を払ってると言っても過言じゃない。この席カウンターに向き合っててお客は横一列に並んでる。最近の台北のコーヒーショップはこういう作りが少ない。でもそれがかえって新鮮だ。お、そうそう、あの入り口の横の席、昔あそこに座りたかったけど、ここに来るのはいつも一人だったからなんか申し訳なくて、でいつもこっち側に座ってた。憧れの席、今日は空いてたけどやっぱり座れない。コーヒータイム、午後の静かな一人の時間。
ブルーマウンテン飲み切り。はい、我回来了。皮脆脆的锅贴，很好吃。锅贴煎好之后，几个锅贴皮跟皮连在一起的有没有？我喜欢那种锅贴。你看。我喜欢这种锅贴，连世界都可以吃东西啊。对，我想问大家，吃锅贴的时候蘸什么东西？我是准备两个小碟子，一个是酱油、白醋，再加辣椒和蒜头，另外一个是酱油膏，吃两种口味。但我现在还是不太知道，蘸什么东西最好吃，有什么可以推荐的，给我留言。好，那么今天的超级野食分析，到此就结束了。下次还有机会的话，我们继续聊聊吧，拜拜。